エリトリアは、イタリア海軍が、第二次世界大戦前に建造した、通報艦である。本艦は、イタリアの植民地拡大政策にのっとり、イタリアの保有する植民地を、平時は、自国民の国益形容と通称路を警備し、戦時には、海上交通の護衛任務に使用する任務に使用する、艦として1934年海軍整備計画において、計画され、 1935年5月にカステッランガマーレ造船所に発注、同年7月25日に寄港され、1936年5月浸水、1937年2月10日に竣工した。言語のイタリア語での読みはエリトレアが近い。長らくイタリア海軍ではこの任務においては、公用包館か旧式の装甲巡洋艦を使用していたが、包館では、 小回りが危機沿岸部での警備活動には最適で、あるが後続性能が低く通商路の保護には向かない。一方、装甲巡洋艦は後続性能でも戦闘能力でも十分ではあるが戦隊が大型なために平時の維持費がかかるのが難点であった。この頃、地中海を挟んで退治するフランス海軍では植民地警備艦として、 新型通報艦、ブーゲンビル級を建造していた。そのため、イタリア海軍も、植民地警備のために通報艦を建造することとした。本艦の関係図船体は、艦首艦弦の高い単線手朗型で、クリッパーバウ式艦首を持っていた。艦首艦板上には、1926年型12センチメートル砲を、連装砲画で一機装備し、その後ろに、 近代的な箱型の環境があり、背後にチューブに見張り台を持つ、短脚式の前、帆柱を立つ。その後部から、乾板は一段分差があるが、原則乾板上に、選手楼乾板から同じ高さで、フライングデッキが、後部手法近辺まで伸びており、環状の利用できるスペースは広い。一本煙突の周りは、関西堤置き場となっており、関西堤は、 短脚式のミズンの基部についた洋襲クレーンにより、運用された。煙突の後部に基銃座が配置された。ミズンの背後から間隔を空けて、後部甲板状に二番連装手法が後ろ向きに一機、装備された。レギオ・コンティーレ・ディ・カステレ・マーレ・ディス・タビアで建造。1931年7月25日寄港。1936年9月28日浸水。 1937年6月28日収益。公開配備となったエリトリアは1938年5月8日にマッサワに着いた。1940年6月10日にイタリアは第二次世界大戦に参戦し、エリトリアはマッサワ港入り口への機雷敷設を行った。イギリス軍によるエリトリア占領が迫ると、エリトリア及び仮想巡洋艦。 ラム1世、ラム2世は日本へ向かうよう命じられた。エリトリアは機雷不設用装備や単焦灯などを撤去し、上パ板上などに燃料容器を搭載。また、航海に必要ではない自認は艦から降ろされた。そうして、エリトリアは1941年2月19日にマッサワを立ち、3月22日に神戸に無事到着した。 修理や補給を受けた後、エリトリアは8月24日に神戸を離れて上海へ向かい、8月28日に到着した。1942年7月10日から9月27日までは、チンタオに滞在した。1943年になると、プーケット港で自診していた、イタリア船の引上げ支援の役目が、エリトリアに一旦は回ってきたものの、結局、 エリートリアは別の任務に就くこととなった。その任務はフランスから輸送任務でやってくる潜水艦の支援であり、そのような潜水艦と洋上で合流してシンガポールまで護衛した。1943年9月8日のイタリアの幸福寺シンガポールからサバンへ向かっている途中であったエリトリアはコロンボへと向かい、9月14日にそこに着いた。その後は同地で、 潜水艦の支援や訓練用の艦となった。1944年10月にはイタリアに戻って修理を受け、その後は再びインド洋に戻った。1948年1月27日、退役。講和条約に基づいてフランスへ引き渡され、フランシス・ガルニーへと改名されて1951年1月12日にフランス海軍で収役した。 1966年1月1日に予備役となり、同年10月29日に標的として沈められた。ありがとうございます。